皆さんこんにちは。 レクセン人工士の佐々木の実です本日は会社法消灯法総整理レベルアップ講座のご紹介をさせていただきますで特にですねあの基礎講座受講済みもしくは独学である程度自分では勉強してきたけれどもなかなか本試験えー、そして過去問だとかの正答率が上がらないという方えー、まあそういったご相談よく受けるんですねえー、そういったところで、えー、会社をみな皆さん苦手意識のあるえ方が多い会社法消灯法について、えー、講座を作りました であのどういったことを目指すのかというと、えー、特にまず会社法衝突法で安定的に点数を取りたいであのね、えー、基礎的な話は大体わかるんだけれども、えー、ただなかなか正答率が上がらない、えー、基礎から脱却7割成果を確保しようというところで本試験においては会社衝突法はあの卓一7割正解できればまああの合格レベルと思っていただいてよいのかなと思います。ででその長ななな割をを目目目指指すす会社保法に関しては満点を目指すような科目ではない ないんですが、えー、ただ安定的に7割正解を取りに行きたい、えー、そのためには、えー、鍵となるのが知識の整理なんですねでこの知識の整理に関しては1個1個の話はわかる過去問の解説読んでみても大体話はわかるえー、だけれどもいざ解こうとすると、えー、あっちの話とこっちの話がごちゃごちゃになってしまっている、えー、そのポイントはごちゃごちゃを整理すると でそのごちゃごちゃを整理する中においても趣旨が分かっていないと、ね、知識の整理が進まないというところになりますからそういったものをですね解説これを入れていきます。でテキスト自体は会社法、商等法全範囲を、ね、網羅したテキストこれをあのね教材としては使いますがその中でも皆さんが苦手とするところここが間違いやすいよねといったところそういったところにスポットを当てて解説を入れていくという格好になります。でさらにはですねあの 特に問え文そしてて条文が非常に長くて読みづらいといとう特徴のある会社法ですねそこを実際過去問だとかを使ってこのねあの条文そしてこの問題文においてはこういったところを注意して読まないと駄目だよというところも過去問の解き方ポイントそういったところも講義の中では言及していきますので。 実際解いていくとあ分かるあそうだよねそうだよねというところで、えー、解ける感覚これがあ実力アップにおいては必要となってきますので、えー、そういったところを目指して、えーね、あの皆さんと一緒に会社を消灯法、えー、それを知識を整理していきましょうそして特に、えー、商業登記の近年においてはですね商業登記の,、えー、あの記述ですね記述対策といたしましても、えー、会社をの知識が商業登記の論点として問われているというところも多いので、えー、商業登記で安定的に点数を取るためにも 会社の知識これをしっかり確保しておくということが時間短縮そしてまた大きなミスを防ぐといった意味においても合格のためには避けては通れない道となりますから是非ですねこれをねあのしっかり軸にしていただいて皆さん会社消灯法これをぜひ得意科目ですと言える状態作っていただきたいかなと思います。皆さんのチャレンジおお待ちししててりりまます一緒に頑張ってまいりましょう